ホラグうは、奈良時代に、大み国に、順人天皇が営んだ宮で、平城系の北のと、北京とされた。ホラ系、ほら離宮とも呼ばれた。また、天智天皇の大都に近かったことから、大都と記した、古文書3月1日付、蔵東大寺出月1日会もある。聖武大城天皇の晩年、藤原中丸が、光明古后の指示を得て台頭。 正武大上天皇の死後、天平昇法9年、立花なのらマロの乱を平定し政権を掌握した、中マロは、応用を擁立。天平法治2年、後見天皇からの上位を受ける形で即位させる。後見上皇と順任天皇の時代の天平法治3年11月16日、藤原氏と縁が深く、中マロも大見国主であったことから、大見国に、 ホラグーの造営が開始された。ホラグーの近くにあった瀬達は、東山道、北陸道方面からの物資の集積地であり、ホラグー造営以前より、朝廷や貴族、寺院が、倉庫や、別荘の形で、瀬田付近に施設を有していたと考えられている。また、ホラグー行行後には、民部省や、式部省などの監視が置かれていた。 天平法事5年天平法事6年天平法事8年詐欺森2001年 P149 から156詐欺森2001年 P65 ありがとうございます